大明日は、中華人民共和国国旅行賞ハルビン市出身の、元男性フィギュアスケートアイスダンス選手、藤付氏。2007年、2011年第6回、アジア冬季競技大会3位。パートナーは、ウショウヨウ。ハルビンに生まれ、4歳の頃にスケートを始めた。ウショウヨウと組み、2002から2003シーズンにより、ジュニアクラスの ISU ジュニアグランプリや、 世界ジュニア選手権に出場し、同シーズンにはシニアクラスの2003年4大陸選手権にも出場を果たした。翌2003から2004シーズンよりシニアの ISU グランプリシリーズに参戦し、2005から2006シーズンには2006年世界選手権にも出場。2006から2007シーズン第6回アジア冬季競技大会で、 国際大会発表招待の3位となった。これまでのグランプリシリーズでの最高位は6位。2012から2013シーズン、黄金、低組が怪我のため4大陸選手権に出場できず、うこよう、大足した組が、ミニマムスコアをクリアしなければソチオリンピック、枠獲得がかかる、世界選手権には出場できない状態だった。しかしミニマムスコアをクリアすることはできなかった。 2013から2014シーズンからは、振付師としても活動を行っている。2014から2015シーズン以降は、アイスショーへの出演を経て、競技には国内大会にのみ出場し続けていた。2015から2016シーズン、全国冬季運動会を最後に正式に引退。ありがとうございます。